影して、まあ、こういう飛行船とかを使って科学観測とか気象観測を行おうっていう、まあ、それから、まあ、時っては切れないのが、運用ですね。でこの今のあ暗いですね、あんま見えないですね、軍用機の写真のやつはなんかイラクの上空を飛んでる偵察機だと思うんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、主に災害観測と科学観測とそれからまあ軍事っていう風な感じで UAV に今、使われていて、 でも僕の主張としてはそれだけでちょっともったいないんじゃないかなと。なんかせっかく空飛んでこう、空ってやっぱりこうすごい魅力あるというかロマンというかそういうのはあると思うんですけど、それをちょっともっとなんか活かせないのかな、もっと身近に楽しく UAV を使うことができないかなってことをちょっと考えてます。で、僕の言ってる UAV コンピューティングっていうのはじゃあどういうものかっていうと、その UAV を表現とかメディアのプラットフォームに使えないかなっていうことが分かります。で、まあ、表現やメディアのプラットフォームっていうと、例えば飛行船広告っていうのが今あって、まあ、それは まさにメディアのプラットフォームとして UAV が使われているわけですけども、もっとそこに、まあ、その飛行船広告の形ってもうずっと変わらないんですよね。それを、もっとインタラクティブな人々となんか相互関係が持てて、もっと楽しく楽しめるようなそういう風なプラットフォームとしてなんか使えないかなと。では具体的に、まあ、ちょっと、まあ、絵が抽象的なんですけど、まあ、そのこういう例えばイベント会場なんかで飛行船が例えば飛んでたとして、でそれが今までの飛行船広告っていうのは飛行船に絵が描いてあったわけですけども、もっとそこが例えばディスプレイだったりとか、そういうイルミネーションとか、まあ、LED みたいなものを積んでたりとか、まあ、何かしらそういうアウトプットのデバイスを積んでる UAV があったりして、でそこにじゃあそこのイベントに参加している人々から携帯電話とか、それからインターネットのウェブサイトとかそういうものを、通してメッセージを、入力してもらう。でそのメッセージを例えばその UAV のディスプレイなんかに表示させてやるとか、まあイメージとしてはその飛行船にメールを送ると飛行船にメールが表示されるとか、あとは、まあ、メールじゃなくても例えば飛行船に電話をかけて飛行船に向かってなんか歌を歌うとその歌に合わせて飛行船がピカピカ光るとかダンスするとか、まあ、なんかそういうそのなんていうんですかね、広告とかそういうものとしても使えると思うし、もっとアートとかパフォーマンスとしてもなんか使えるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、自分も個人的に音楽すごい好きで、で、まあ、音楽やりながらバンドとか DJ やりながらそれに合わせてなんか UAV が空飛んでてピカピカしてると、まあそれはそれでなんかパフォーマンスとして新しくて楽しいんじゃないかなっていうことがあります。で、もう一つ、この研究、まあ研究、今これ大学での研究なんですけども、この研究で、まあ、一つ重視しているのがオープンソースにしようということですね。で、やっぱり UAV っていうのがそのメディアのプラットフォームとかっていうふうにそのなりにくい現状っていうのは、やっぱり航空工学とかっていうのはすごい専門性が必要で技術的な障壁がすごい高くて、であんまりアートとかそういうアーティストの人とかパフォーマーの人たちがあんまりその航空機っていう方に足を踏み出せないんじゃないかなというふうに考えてて、でそこを、まあ、僕の方から、まあ、手作り飛行船ですけど、その作り方とかそういう、まあ、基礎的な仕組みとかそういうものをどんどん公開してあげることで、今までよりもどんどんもっと安くもっと気軽にそういう航空機をいろんな人がパフォーマンスとかに使えるようになるんじゃないかなと。で、本当はウェブサイトを、今日までにオープンしたかったんですけど、ちょっと準備が間に合わなくて、5月中にはウェブサイトをオープンして、そこにまあ、あそこにあるあれが今ある UAV、 僕が作ってる UAV なんですけど、あれの、まあ、制作過程だったりとかそういう情報を全部載せていこうと思って、まあ、もしよかったら作ってみてくださいとか、またそのウェブサイトに関しても何か、まあ、何かしらアナウンスできたらいいなと思います。
で、これ前にムービーなんですけど、見えます？前に東大のキャンパスで光線飛ばした時の映像なんですけど、そのオープンソースでやろうっていう、まあ、コンセプトをすごく掲げているので、まあ、秋葉原で買える部品か、それから東急ハンズで買える部品と、それだけで作れること、それから見てもらうと分かると思うんですけど、その分解できるようにしてですね、その4つの、あれだと4つの風船からなってるんですけども、で4つの風船からなってて、分解して組み立てたりできることで、まあ、エレベーターも出ますし、ドアも通りますし、普通の、まあ、やる気さえあれば、普通のご家庭でも作れるようには。してあります。なんで、まあ、そういうところからその UAV っていうのをその広げていけたらなと思って、で、まあ、ちょっとダラダラと喋ってるんですけど、そうですね、それで、まあ、研究なので、この先、まあ、どういうことをしようかなって考えてて、であれとかその今ムービーで出したのはラジコンの飛行船でやってるんですけども、まあ、この先は無線 LAN とか Bluetooth でやっていこうって、まあ、本当にもう来月ぐらいからそういう実験をやろうかなって。それから、まあ、LED を使って簡易なディスプレイのようなものを作って、そのさっき言ったインタラクションの土台となるような実験ができたらいいなって、まあ、そういう情報もどんどんウェブサイトに受けていけたかな。で、後で、あれを実際に飛ばさせてもらうんですけど、ちょっと本当は外で飛ばせたらよかったんですけど、すごい風が強いので、多分この体育館の中でラジコンを飛ばさせていただくと思います。で、なんですけども、まあ、ここに書いてるように危ないというか、ちょっとすごい人口密度が高いんで、飛行船飛んでる下にいないでくださいっていうのは難しいかもしれないですけど。結構バッテリーとかプロペラとかすごい危ないので、気をつけて見てください。という感じですね。ありがとうございました。